Peggy 18. Go tell Aunt Rhody. Go tell Aunt Rhody. はい、今、E3 のブースにいます。こちら、レジデントイーブルの、大きな建物を作ってもらってますけれども、非常に昨日の発表は盛り上がりました。今回の、レジデントイーブルは非常にですね、体感性が高い、没入感の高いゲームに仕上がっていると思います。ホラーのこの先が見えないその怖さであったりとか、そういったものを、堪能できる作りになっていると思うんですけれども、これがさらに、プレイステーション VR を、使うとですね、さらにこう体感性が高まる、今まで体感したことないようなすごくダイレクトな恐怖に、つながるような作りになっています。そういうところがすごく新しいんじゃないでしょうか。今回は、そのホラー体験を完璧なものとするために、非常にですね、最新の注意を持って世界設定を作りました。キャラクター設定もその一つなんですけれども、今回はあえてですね、既存のキャラクタータフガイとかを登場させるんではなく、本当にですね、先が見えない恐怖を体験してもらうための、キャラクターを用意しています。新しいキャラクターで皆さんぜひこの新しいホラーを体験していただきたいなと思っております。今回の、プレイヤー、誰が主人公なのかってことはまだ、発表していませんが、今回のこの FPS 視点と同様ですね、できるだけこのゲームに、プレイヤー自身がですね、一体感を持ってゲームを遊んでもらいたいと思っていますので、非常にですね、タフガイが主人公になったりするわけではなく、今回は皆さんそのホラーテイストに、しっかり体感できるようなキャラクターとして、設定している予定です。欧州のバイオハザードファンの方々もですね、今回の発表はすごく、喜んでいただいているというふうに聞いています。非常に盛り上がっているんじゃないかなと思いますけれども、我々開発の方もですね、あと、完成までわずかなので、頑張ってですね、発売まで、開発の方を、一刻も早く終わらせてですね、皆さんにいい体験をしてもらう、タイトルを届けられるように、頑張りたいと思います。They locked me up and took my soul. I called to him and he will come. Sure, run to him like he's the one. His arms outstretched, but when she's done, he'll be torn apart.